なぜなら、住民自治を実践しようとすればこそ、今の現状は当然の帰結と言えるからです。例えば、車の運転で高速道路から大きなカーブのあるジャンクションに進入する際、ブレーキをかけて減速しなければ、車は勢い余って転倒してしまうでしょう。えつまり、大きく方向転換を図ろうとするときの減速、失速は物理的現象であり、杉並区政の現状は、民主主義や 住民自治の視点に立てば、むしろ健全なことであると言えます。杉並区は、全区政化で進められた住民、区民の合意形成が十分ではなかった複数の計画に対して、区民が対話重視の岸本区長を選ぶことで、全区政に待った、ブレーキをかけたのではなかったでしょうか。上位下達・トップダウンからボトムアップの対話重視へ、 経済最優先の新自由主義から、暮らし最優先の公共の再生へ、閉鎖的クローズドな区政から、区民に開かれたオープンな区政へ、徐々に軌道修正されることを期待しています。え区長は本来、大きな権限を有していますが、岸本区長は、その権力を誇示したり、強引に使おうとしたりはせず、できる限り民主的な手続きを選択されています。 過去の経緯と職員の主体性を尊重重視しながら、慎重に合意形成を図り、住民自治を実践しようと奮闘されているようにお見受けします。その成果はまだ見えづらいかもしれませんが、未来への大きな布石、投資となっているに違いありません。最後に決めるのは、主権者、区民、住民であります。杉並の 先日の杉並区総合実行計画等の改正案についての地域説明会で、車座になったとき、民主主義は時間のかかることという指摘は、区民の参加者の方からもありました。